はい、皆さんこんにちは、ピカです。サイバーパンクやっていくよ。はい、それじゃあ先進んでいきましょう。まあここはね、普通に打ち合いになると思う。パスパスパス、なんでかな。おかしいな、赤丸なってたんだろうな。照準は赤丸なってたが、赤丸やよな。分かった。照準どこかわからん。よし、ラッキー。これ今まだピストルだけだからちょっと難しい。リロードする。これはまあこれで当てた方がいいな。なんだ、あ、これ回復していくの？グレネードだ！これね、ほんと当てるの難しいんですよ。これで、これはなんだ？あ、ここにもいる。あいつか。くっ。あかんの。ちょっと引け。なんだあいつ。よし、静かになり、構造を確認中。左に窓がある。2秒で開けるわ。始めようぜ。ハッキング完了。気をつけて。待ってね。これね、あいつをね、そしたらこの回転ショット、あ、書いてあるね、右に効果。まあダメージを与えるやつですね。実行。当たったのかな。やれい。知らん。よし。一体どこ？探して。絶対にいるはず。まあちょっと待って。ちょっと集める。これ邪魔。オッケー、新しい武器手に入れたぜ。で、武器は、装備しないといけないんだよね。で、イベントリーで、で、これを、ちょっと待って、これ56。これをね、こいつに買わそう。
こんな感じで。で、弾はこれ一緒なのかな。よくわからんな。光景とかどこに書いてあるんだ。こっちゃこちゃで全然わかんねえ。まあいいわ。これでいいわ。で、なんか拾った？拾ってる。かぶっとけ。なんか靴も、スニーカーも拾ったのか。あ、拾ってるな。水虫なっかもしれんけど、まあ一応。よし、まあこれで、まあよかろう。まあよかろうじゃないよ。まだ拾ってくる。おっと、ショットガンか？オッケー。こんな感じかな。よーし。よし。行きますか。で、こいつ。で、これが、こうなんか、重そうな武器で。で、これで。お、なんか革ちゃんみたいの取ったよ。おっと、ハットみたいの取ったぜ。よし、そしたら装備すっか。これね、これをハッと、何レベル2だと。レベル上がらんとダメなのか。ということはこれもか。あ、これもだな。レベル2だね。了解。そしたらぶっ殺しまくってどんどん行きましょう、みんな。とにかく取って。まあ、これ、また、街とかうろつけるようなんのかね。まあ、個人的にサブミッションとかやりまくって、また、レベルをどんどん上げていきたい。で、皆さんには、ストーリーをお届けしたい。よし、こっちで、あ、こっちか。これです。見つけた、ターゲットよ。どう、まだ生きてる？今確認する。早く彼女の生体モニターにつないで。つなぐよ。こいつはやばいぜ、V。こいつ一体な何者なんだろう。この氷漬けのプラチナだったらよ、くしゃみしただけでもトラウマが来るはずだ。信号が妨害されてるのかも。モニターがハックされてる。ワームウェアをいじったのか、神経ウイルスか。おい、ティーバグ、状況を見ればわかんだろ。こっちは急いでんだ。ぼんやり考えてる暇なんかねえぞ。近所のハックを使ったのね。オッケー、彼女の神経ポートにチップがあるはずだから抜いて。それがモニターの信号を妨害してる。あった、今取り除く。モニターを確認して、何か変わった？サンドラ様、意識がある場合は回復隊員を取ってください。救助部隊が派遣されました。あと180秒でそちらに到着予定です。トラウマチームが到着するまであと3分。プレミアムプランにより推定費用の 90% がカバーされます。ひってえことしやがるな。とりあえず氷から出してやろう。やばい、くそ、死んじまうぞ。B、状況を説明して。ザッキー、 A ハイポ早く捨て。ほらよ、チーカ。
応急処置完了よ。よし、外まで運べ。外まで運べ。分かった。ここよ。あ、来やがった。上がってください。私です。え？アゴです。ああ、すいません。患者を床に下ろせ。はい。後方下がれ。早くしろ。いって。後方下がって。5歩下がったら3歩前に出る。あー、次のビッドさんより本部。患者 NC57 やりやがった。投与開始。やりやがってる。ノルエピネフリン110、ピブに800。やりやがった。あやつやりやがった。よし、脱出するぞ。エレベーターでガレージに出よう。ご苦労様。私は落ちるわ。それじゃあまた。なあ、B、悪いんだが、ちょっと車を借りてもいいか。ミスティとデートなんだよ。メトロなんかで行ったら格好がつかないだろ。しょうがない。メトロで行けよ。路面電車でな。切るぜ、B。そうだ。ついでに家まで送っていこうか。お願い。ガソリンも満タンにしといて。ああ、それと我が子に連絡して仕事が済んだって報告しとけよ。我が子？下長押しで電話メニュー。我が子岡田。なんか日本人多いね。我が子よ。V、どないやった？依頼主は無事なんか？もちろんよ。そういう仕事だったでしょ。そうか、ご苦労さんやったな。報酬は準備できとるで。なんならすぐ取りに来てもええけど、今はとにかくうちに帰らせてくれっちゅうところやろな。関西弁です。 NCPD がワトソンを包囲しとる。地区を丸ごと封鎖する気や。早めにそこを出んと捕まってまうで。ご忠告どうも。じゃあまたね。行くで。 NCPD がワトソンを封鎖するみたい。急がないと私たちも巻き込まれちゃうかも。大丈夫だ、俺に任せな。やっぱり走れんな、これなんか腐ってるな。まあやってくれ。はよ出せ。新しいジョブ、仕事。お前シート下げろよ、もうちょっと。ナイトシティは最高の街だ。他と比べてただでかいだけよ。いや、他の街とは全く違う。モーガン・ブラックハンド、アンドリュー・ウェイランド、アダム・スマッシャー、レジェンドの街だ。あ、みんな人の名前か。しかし腹が減ったな。何か食いに行かねえか。ワトソンが封鎖されるってさっき言ったでしょ。あった、そうだったな。なあ、あれって、くそ、勘違いじゃねえ。後ろからバンがつけてきてる。何？まずいぞ。いい、嫌な予感がしてきた。バンバンやるのか？え、なにこれ。はいはい、戦闘ね。はい、バンバンやるわよ。ジャッジ、頼んだよ。あんた、ほんとバンバンやるわよ。やっちまうわよ。弾あんのか。
やったわ。やっちみったわ、本当に。狙ったよ。ほらほら。やっちゃってるわ。あばよ。お前の愛車を傷つけちまったな。すまねえ、B。気にしないで。気にしないで。800万でいいわ。え？シート下げんかい。おいおい、検問用。厳戒態勢だな。通達があるまでワトソン地区から出ることはできません。どうもお姉さん、ちょうどあなたを探してたんですよ。はあ、それは一体どういう意味？優しそうなお姉さんなら分かってくれると思って、どうしても彼女の元へ戻らなきゃいけないんです。ああ、彼女？俺を待っててくれてるんですよ。これまで散々約束をすっぽかしてきて、今日行かないと売られちまうかも。それは一大事。お願いよ。人相は悪いかもしれないけど、純粋な子なの。こういう人相だけど。これで最後よ。ピアスだらけですけど、すいません、本当に。行きなさい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。落書き消しときますから、こいつの顔の。いつも丁寧だろう。いや、どこが。どこがって、すべてがだよ。何？計算かい。お、なんか赤丸ついてるぞ、みんな。なんだあれ。あー、サブミッションか。マップ上、今赤丸ついてた。なんだよ。あの装備はひょっとして。吹っ飛んでるじゃない。エリートことマッスタル。そこらの警官じゃ手に負えないような事件があったのだが、あいつらじゃ相手にする。すんげえショットガン。バラバラだよ。終わったみたいだ。運の悪い連中だったな。シート下げた方がいいっすよ、あなた。絶対それはあの安全ポジションじゃないよ。よし、そろそろお前んちだ。あんたはヘイウッドに戻るのは難しそうよ。大丈夫だ、通してもらえるさ。本当に？あ、また丁寧なジャッキーの出番だ。あ、今こいつのブーツみたいの変わってるね。スニーカーみたいのだったが、あのブーツみたいになってるね。チクチクの。ミスティによろしくね。ミスティによろしく。じゃあね。じゃあね。はいはい。タイヤすり減るやろ。私のカーが。こっちです。N54 ニュースのナイトシティの皆さん、こんばんは。本日1人目のゲストはティーバックさんから電話です。どうも。知り合いのランナーティーバックさん、役に立ちそうなものを持ってて情報を送るわ。え、そして2人目は人気番組チップインのホスト、カリアーリーさんです。サイバーウェアの普及をプッシュする業界の大物です。なんだろう、これサブミッションなの。
まあ今のところまだね、ゲートがまた壊れた。これで3回目よ。大丈夫？修理代を払ってるのに、これじゃ詐欺よ。詐欺ですよ、お前。てめえもよ。詐欺なんだよ。お前、ズボン履けや。ここよ。よし、寝る。下で進行を切り替える。違う違う。え、よーぴー、なんすか。おう、ジャッキー。まあいい、さっさと起きろ。ターゲットの生体モニターに繋いだ時、何かにやられたみたい。わからないけど、神経ウイルスとか。ビクターに見てもらう。このままじゃ頭と胃がおかしくなりそうだから。うん、じゃあ俺が連れてってやるよ。お前の車でな。服を着たら下に来い。まあこっちか、下か、わかった。なんか電話だ。 B、 レジーナ・ジョーンズよ。ワトソンの仕事なら私に任せて。どうやって私の連絡先を。それに名前も。情報集めは得意な方なのよ。じゃあね、B。 あの救急車呼んでください。すみません、救急車お願いします。なんだこう、外じゃないのこれ。違うのか。すんげえジムだねこれね。わー、カチンカチンの上げてるじゃないか。これなんだこれ。お前何食ったんだ。須藤さん、須藤さんじゃないですか。あー、ちゃんと仕事してください。本当にすごいだろ、こいつ。次世代のボクシングってやつを体験できるぜ。まあ、とっとと行きましょう。こういうの見てるの一番面白いかもしれん。え、なんだ、何を。ジャッキーに会いたいんだが、なんだこれ。調子どう。調子はどう。試合は見なくていいの。ほら、いや君もか。マローン対ヘルナンデスか。こいつはテレビも見ないし、喋りもしない。拳だけで語るのさ。ほう、ああ、あれか、ボクシングか。ボクシングやってみるよ。よし、足を動かして頭を振れ。おう、すでによる戦闘ね。はい、まあ一応チュートリアルは卒業したんだ。痛い、忘れてる。あ、でも死んでる。そう、試合の件だけど。ねえ、試合の件だけど。ちょっと調子乗ってきたけど。強烈なパンチを繰り出すのを見た。研ぎ澄まされた直感とキレの良さを持ってる。クロームで強化すれば王者の座も夢じゃない。で、その試合だが、まず言っとくと合法じゃない。だがかなり稼げる。稼げる。これ。儲かるのは誰なの。どっちもさ。こっちはお前が得た賞金から数パーセントだけもらう。これももらう。あ？だとね。だとよ。いい判断ができるやつだ。試合は街のいろんな場所でやってる。
好きなところに行きエディを払えば真剣勝負の始まりだ。勝てば大金を手にできる、うん、最後の一人まで倒せたら決勝戦をお膳立てしてやる。説明は以上だが分かったか。バッチリよ、バッチリよろしい。ただ今はワトソンの外に出られない。だから歌舞伎から始めてみろ。歌舞伎、お前の力をナイトシティに見せつけてやれ。期待してるぞ。ちょっと何言ってんのあなた。え、なんか買えるものはある。なんか買えるのか。何を売ってるの。一流品ばっかりさ。あ、そう。なんだ。あ、近接、はいはい。まあ私はあのメリケンサックないですか。ここなんだこれ、なんだこれ、ちょっと字ちっちゃいなこれ。ちょっと見る。くないだと悪くない。これはゴールドフィンガーショルダー。まあレベル2なけんとあかんのか、これは。まあいい、行きましょうというか売りましょう。どうやって売るの。これ俺持ってるやつかな。あ、これが装備中なのか。これが装備中か、わからん。なんか売っちまった。いいわ。うれい。よし、これでいいよ。オッケー。行くわ私。対戦相手はこいつらだ。メッセージを読む。あ、歌舞伎ね。まず歌舞伎からやれって言ってたね。試合開始までのお楽しみ。まあワトソン、これワトソンか。これここではできないっちゅうことか。あ、歌舞伎の王者、歌舞伎の試合に行く。お、行くか。ここがサブなっちゃうけどね。これちょっと金稼ぎたい。こんにちは、ローカルニュースの時間です。新たま祭りの開催が近づいてまいりました。イベントに際しナイトシティは美しい数回だけの出汁のパレードで彩られることになります。どっちから、どっちから。当日は琵琶の名人による演奏や日本の伝統芸能である能も特設シアターにて披露される予定となっています。 この新たま祭りの主催者は荒坂社ですが、なんと花子荒坂氏もこのパレードに参加することが公式発表。あ、こっちか。こっちだね。これとかさ、なんか買えんのか。こう、ご機嫌いかがですか。何キョロ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 してんの。しっかり食えやん。調子はどうだい。ズボン履けよ。まあこれもいろんなファッションできるようになるのかな。楽しみだね、なんだこれ。さから連絡が届く。フィクサー、仲介役であり近くの依頼の情報を教えてくれる。よくわからん。とにかくあの歌舞伎を ぶっ倒してくる。なんだこいつ、こいつなんだよ。あいつか。神様のご登場だ。待ちくたびれたぞ。やべ、こいつじゃない。
ジャッキーやんこれ。ほら座れよ。うわ、これは食い終わったらセニオロベルト。歌舞伎はどこ行ったんだ。寿司だこれ。それとも私の勘違い。なんだ、お前にしちゃよく覚えてたな。驚くなよ、実はな、うん、とんでもなく割のいい仕事を見つけてきたんだ。仕事？あ、肉まんくらおごって。そこまで大した話じゃないんだけどよ、紹介してきたやつの名前は、あ、卵の寿司ナイトシティ好きなんですよ。あのアフターライフプロどんな低庶民なんだよ。あらまん、卵寿司しか食ったことねえんだよ。え、何きすまん聞いとらんだ。 で内容は生きて帰れるんでしょうね。生きて帰れるんでしょうね。お前直接お前に説明したいとさ、一対一でな。プレッシャーをかけるつもりじゃないけどよ、うまくいったかどうかは全てお前次第だ。そのネックレスくれよ。わかった、セッティングして。レックスの話を聞きましょう。あんた橋の持ち方でおかしいよ。レックスは一流のフィクサーだ。いや、もちろんハドレや若子を悪く言うつもりはねえが、とにかくレックスは別格なんだよ。わかるか。何が言いたいのよ。新しい土地に行けや、そこのフィクサーがすぐさまセールストークをかましてくる。自分に任せや仕事も報酬もバンバン入るぞってね。うん、でも実際やらされるのはガキの使いだ。とりあえずぶっ殺しまくってレベル上げたいんだよ。依頼主からの報酬はほとんどフィクサーに持ってかれちまう。酒の席で冗談めかして文句を言っても結局その関係は変わらねえ。うぅ、くったくった。うん、俺は食ってない。私は食ってないのよ。スカベンジャーとやり合った時の傷もダチに頼んで綺麗に。何これ。ありがとうジャック、助かるよ。なんだ、乗り物呼び出し。ミゲルの腕は一流だ。それこそ新車と見間違うほど。来たか、あれか、あれか、どうだか。さて、そろそろ行くか。あれやね。早速試乗してみましょう。しっかり車を覚えとかんだな。これやね。了解。はい、実はね、まあここまではやったことある。ここからがね、この車運転した瞬間にもうね、難しすぎてやめちゃったよし、また挑戦するよ。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回、ここから本当の初見やっていきましょう。またね。